5月某日、お台場。こっちでもいいですか？こっち使うね。はい、こっち使う。めっちゃ声ちっちゃい。ちょっと大きかったな。ちょっと大きかったな。これ何今日？大丈夫じゃないですか、ね、何するの？大丈夫じゃないですか、ね、ちょっとじゃあ、矢部君もこれ捨ててもらって。僕もですか？安心していいから。いやいや、安心してというか、本日は、このようなデモに参加していただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。誰に言ってる？誰もいないですよ。こちらにおられます、矢部浩之さんなんですけども、はいはいはい、先日、ご結婚されました、うん、あ、もうね、皆さんありがとうございました、本当に。そしてね、結婚披露宴の VTR、私はお家に帰って、チェックさせていただきました。はいはい、見たところ愕然としました。いやいや、あの立派な生放送でしたよ。本当ありがたいと思ってます。大丈夫ですから。そう、大丈夫ですから。新郎新婦の入場です。先月6日、岡村が司会、加藤が媒酌人を務め、緊急生放送で執り行われた矢部浩之優子さんの結婚披露宴。ご注目ください。うわ、2時間半で組まれたプログラムには特に大きな問題もなく、新婦優子さんのめちゃイケ初出演も大反響に。岡村が唖然としたという理由は一体どこにあったのか。皆さん考えてみてください。腹立つわ。結婚披露宴というのは花嫁にとって一生の思い出に残る、そんな披露宴なんだと思います。いや、まあ、そう喜んでましたよ。それを何人かの人間がむちゃくちゃにした。一生の思い出を台無しにした。そんなことないですよ。そんな罪深き奴らを私たちは糾弾します。糾弾します。というわけで、今夜は新妻優子さんへの謝罪を促すデモ行進。矢部家に謝罪をしてください。矢部家に謝罪をしてください。結婚披露宴の裏側に隠された不祥事をあぶり出す。めちゃくちゃがデモ隊と待っていると、来ましたね。ほうほうほう、鈴木さんですか？鈴木さんですよね。ちょっといいですか？はい。あの、鈴木さん、4月6日に何やったか覚えてますか？結婚式ですか？そうです。生放送。はいはいはい。はい、はい、覚えてます覚えてます、もちろん。僕たち、私たちは鈴木紗理奈さんに謝罪を要求します。謝罪を要求します。そんな喋り方だ。今更なんです。ここに一つのお手紙があります。手紙読ませていただいてよろしいでしょうか？そうです、鈴木紗理奈さん宛てです。そうなん。差出人は不明の手紙、何が書かれているのか。鈴木紗理奈様。聞こえてますよ、私。学生聞こえてますよ。先日はお忙しい中、私どもの披露宴に出席していただき、誠にありがとうございました。鈴木紗理奈が謝罪すべき罪とは一体？それではですね、ここで、ご列席の有志の皆さんによりますアトラクション、余興に移らせていただきたいと思います。はい、そのトップを飾ったのが、本日岐阜の営業からたった今到着なさいました鈴木紗理奈さんで、シャレになんないです。営業の衣装のままやってきた。どんな言い方をしても構わないけど、しかしただ一つ言わせていただくならば、シャレになんとかとかいう歌も存じ上げませんし、こう言っては申し訳ないのですが、歌声も決して美声とは言えないものでした。語るのをやめて、みんなも一緒
紗理奈はもともとハスキーボイスではあるが、この日は度を超えていた。一般人の披露宴でももっとマシな歌が聴ける時代である。みんなおめでとう。私たちを祝福してくださるために集まっていただいた皆さんを不快にさせてしまったのではと心配してなりません。矢部優子。矢部優子矢部優子矢部優子矢部さんの奥さんからいただいた手紙です。優子さんからの手紙ですか。そうです。言わないでしょ、こんなこと。言わないでしょ。青木さんは、旧姓青木さんは今でも眠れないそうです。眠れないの。眠れないようで過ごしています。ずっと耳の奥でガシャ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 にならない、ガシャにならないっつって。なんであんな声がガラガラなんですか。常にガシャ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 言ってましたが。ちょっと使いすぎてたかな。この日、紗理奈は他のアーティストとステージに立ち6曲を熱唱したという。ただ、生放送で歌うことは事前に伝えていたので、本人が注意をしていればこの不祥事は避けられたはず。さらに、17年続いている番組のリーダーの矢部さんの結婚式になんで遅れてくるんですか。ちょっと待ってください。どういうつもりで遅られたんですか。結婚式決まった1週間前でしょ。そう、それでもう3ヶ月も前からライブがその日やるっていうふうに。そうやな。で、私衣装のまんま新幹線乗って、はい、もう喉を酷使した状態の忙しい中で行ったら、あんな声になっちゃって。あの声なんかセーブできるでしょうよ。声をセーブできませんよ。そのライブ毎回毎回もうやったら。私たち調べはついてます。あなた直前で口パクにできませんかって言ったそうですね。嘘言ったんですよね。言ったんですよね。言ったんですよね。言ってたんですよね。それはもう言いました。直前では無理やな。その証拠が VTR に収められていた。本来ならば CM が明けてすぐ紗理奈の歌という段取りだったが、その時裏でスタッフと揉めていたため、急遽ディレクターがトークで稼ぐよう司会の2人に合図。それにいたしましてもあれですね、はい、改めてあの新婦の美しさ、内面から出る喜び。その結果、徳光和夫のたわいもないトークで難を逃れたが、謝罪を拒否する資格はない。いいですか、じゃあ、はい、謝罪してもらって。準備よろしいですか。もうちょっと待ってよろしいですか。はい、脱帽でお願いします。脱帽。カメラとパソコンを持ち出し撮影するデモ隊。私鈴木紗理奈は、私鈴木紗理奈は頭が真っ白で、頭が真っ白で披露宴で頭が真っ白になって、披露宴で頭が真っ白で、シャレになんないよ、シャレになんないよ、ガラガラ声で歌ってしまいました、ガラガラ声で歌ってしまいました、ごめんなさい、ごめんなさい。いいですかね。そうですね。いいですね。はい、え、何のし、何用ですか、はい、これこれネットに流しますから。ネット、はい、ネット配信しますから。今のあのゼロテレビっていうやつあるんで。加藤も最近出演したゼロテレビ。やめてやめて。今この瞬間からゼロテレビに今流れるということですね。そうですね、今、はいはい、流れることになります、はい、スタートさせましょう。はい、最後の瞬間スタート。いい、ね、はい、めちゃくちゃやめてくれません。一人目の謝罪コメントを勝ち取った一行は市民にも訴えるべく街を行進。そして吉本神保町花月に到着。シュプレヒコールを上げる。吉本クリエイトの要塞シード福徳俊介出てこーい、出てこーい、福徳俊介出てこーい、出てこーい、福徳何てんすか、福徳さんですか。福徳さんですね、はい、いいですか、ちょっとお時間。2人の胸に書かれた文字を見ても全く意味がわからない様子だが。聞こえました。全然わからないですか。花嫁さんの一生の思い出を台無しにしてるんですよ。ちょっとお手紙もらってるんでいいですか、読ませていただいて。腹立つ喋り方やな。いいですか、読ませて。読みましょう。はい、福徳俊介様、いらんってこれ。先日は私どもの披露宴にご出席いただき誠にありがとうございました。
ジャルジャルのご活躍テレビで拝見しております。ただ一つ言わせていただくのならば、私たち夫婦の馴れ初め VTR がございましたが、中でも一番大切な思い出であるプロポーズの VTR が流れた後、福徳さんがコメントをしてくださいました。あそこのコメントがプロポーズとは一切関係がなく、僕だけ餃子が来てないんですけどだったのです。言ってた言ってた。芸歴10年の男が生放送で犯した罪。矢部が優子さんにプロポーズしたシーンが再現 VTR で紹介され、会場の盛り上がりは最高潮に。すごい素敵なプロポーズでございました。はい、福徳さん、はい、いかがでしたか。いや、感動したいんですけど、ちょっと僕のとこだけ餃子来てないんですけど、ちょっと僕のとこだけ餃子来てないんですけど、ちょっと僕のとこだけ餃子来てないんですけど。あ、本当ですね。僕のとこだけ餃子来てないんで、それどころじゃないんですけど。全員苦笑いしかできなかった。あそこ VTR のコメントを求めてる場所でしょ。はい、うん、うん、餃子来てない来てるは関係ないでしょ。あれからずっともう寝れないんですよね。優子さんは、優子さんはあれのせいでですか。はい、というのも福徳はある意味頑張りすぎなのか、放送ではカットされている問題シーンが今までも数多くあり、最近の岡村の記憶で言えば、南三陸の時なんか体重計に乗る下りありましたよね。あそこもなんかやってましたよね。やってた。思い出した。恥ずかしい恥ずかしい。あれは恥ずかしいか。そのシーンを本人にも確認させる。それはメンバー同士のデブエット対決で一人ずつ体重を測定した未公開シーン。さあ徳さん。はい、徳さん。7人もいるのでテンポよく測りたいところだが、 OK ゴー。あ、またいちゃった。バカ野郎。すぐネタするんじゃないよ。取ったらええだけや。ナインティナインは必死に笑いにしようと頑張っているが、ロケの趣旨とは関係ないボケだった。しかし。あ、届かなかった。もっといいバカ野郎。これ福徳さん、はい、いりますかね。体重測って、あそこいります。絶対にいります。絶対にいる。あれは確実にいります。全部オンエアカットされてるもんね。はい、確かに。披露宴生放送やったから流れたけど、はい、確かにね。その体重をね測る上で、うん、別に普通に乗ればいいんですよ。でも僕的にもね、その体重がね、うん、やっぱりちょっとせっかくやったら世間の皆さんに僕の体重をこう、うん、見てもらいたいんであれば、やっぱりちょっとまあちっちゃい僕でもねで一つ入れたいんですよ。それをしてからこの僕の体重を皆さんにこうお届けしたいんですよ。たかが普通の質問かもしれない。でもそれは体重を聞かれてるので、ラッキーチャンス。こっちがじゃあちょっと、いいですか。はい、ロケに向いてないから。それは言うたか。福徳さんはもうロケに向いてないのかも。福徳の謝罪の動画もゼロテレビで。いっぱい仕掛けてくれてるけどな。めちゃくちゃ。もうええんちゃうかな。これ赤坂ちゃうの。次の謝罪を求めてデモ隊は TBS 前へ。元プールレスルマンスター、林優太さんのおっしゃるマンスター返せ。どこに言うてんのよ。全国社の高校出てこい、出てこいと真横のカフェに。許さないぞ、許さないぞ。青木優子さんの一生の思い出を返せ。たまらず外に出てきた大久保。大久保さん、岡村さんいましたよ。なんで大久保さんですよね。私打ち合わせ中ですけど。大久保佳代子さんからいただきました。大久保はこの日欠席していた。矢部さん、優子さん、ご結婚おめでとうございます。今日はせっかくご招待いただいたのに、恵比寿マスカッツの卒業コンサートが重なってしまい伺えなくてすみません。
舞浜のコンサート会場からですが、お二人の門出を祝福いたします。ありがとうございます。この披露宴欠席に関しても手紙が届いていた。大久保佳代子様、ちょっと待ってください。先日は私どもの披露宴に聞こえますけどね、これなくても、うん、本当にありがとうございます。そうですよ、送りましたよ祝電まで、まあ、私自分で考えて。しかしただ一言言わせていただくならば、大久保さんも大事な夫のお仲間ですので、何としても出席していただきたかったです。あ、嫁が言ってんのかこれ。お仕事だから仕方ないとは思うんです思うのですが、出席していただいたお客様が最近の大久保さんは天狗になっていると思われるのではないか。所詮ブスのくせに綺麗になったと勘違いしていると思われてしまうのではないか。もっと女子アナが言います、そういうこと。金を持ち出したブスが一番立ちが悪いと勘違いしてしまうのではないか。口悪いな。お前の嫁口悪いな。言ってないのよ大久保さん、言ってないのよ。謝罪してください。謝罪しませんよ。しょうがない、分かりますよね。そうや、分かる、しょうがない。大久保が2000人の前で問題発言。自身がレギュラーを務める深夜番組から生まれたアイドルグループ、恵比寿マスカッツの解散コンサート。そこで大久保は彼女たちの着替えの間をつなぐトークコーナーを担当していたのだが、今日はでもですね、実はめちゃイケの方でも矢部さんの結婚式っていうことで生放送やってるんですが、そんな蹴ってやりましたよ。そうです、マスカッツの方が大事ですから。矢部浩之の披露宴蹴ってやってまいりました、ウォーみたいなこと言いましたよね。え、言ったんですか。そんなこと言ってた。言ってますよね。会場超盛り上がりました。これでは話にならないので責任者を。あ、マッコイさん。どうもどうも。先ほどまで大久保と打ち合わせをしていたのがマッコイ斉藤ディレクターだった。マコトだ。マコトだ。すいません。あの4月6日すごく大事なイベントがあって、いやでもそれは別にスケジュールはうちが最初に大久保さんに。そんな汚れのイベントどうでもいいんだよ。言い過ぎ言い過ぎやって、記載ぶってんじゃないよお前は。記載ぶってんじゃないよ。記載ぶってんじゃないよ。記載ぶってんじゃないよ。なんか言い分ありますか。いやいや別に僕記載ぶってもないですし。はい、なんお前本当にお前この間山形のさ、講演会行ったらしいな。来ますからね。地元の講演会で偉そうに言ったらしいな。一番大事なことはブレずに続けることだって。何ですか。お前ブレブレだったじゃねえかよ昔。ブレブレだったろお前。言ってえよお前。お前ブレブレだったろって。ついにマッコイ斉藤ディレクターも切れた。芸人だってこの野郎家で陶芸やってんだろこの野郎。なんだこの野郎、陶芸お前俺の女房にお前陶芸いいだろ60万だぞっつって、なんだお前この野郎。陶芸じゃなくてお笑いの芸人たまれバカ野郎。芸人相変わらずお前一つ面白くねえか。やめろやめろ、ケンカ。止めてめちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りします。マジ迷惑かかるな。マジ危ない危ない、あかんで。マジこの月が家建てやがってこの野郎。これに切れた加藤は花壇の砂で反撃。そして大久保さん止めて、これ中入って止めて。がそこへ大丈夫大久保さん。水と砂でドロドロに。あとお前隣の結婚したやつもさ、去年お前キャバクラで俺と会って挨拶して、お前それで結婚っておかしいだろ。キャバクラで遊んでんだからさ。どうもマッコさんお引き取りください。今日はキャバクラでこんな雨らしてその2ヶ月後結婚しますよ。知らねえよおい、お引き取りください。マッコイ
3ヶ月後や。おい、人なんだ。2ヶ月後言い過ぎや。スケベ集団か、お前ら。帰れ、帰れ、早く。帰れ、帰ってください。帰れ。押してください。大久保の謝罪動画もゼロテレビで。お前ブラつけてんじゃねえよ。大久保さん止めてって言うたやんか。そしてデモ隊は生放送で恥をかいたあの人に謝罪。一方こちらはとある中学校。さあ皆さん、必修ダンスの時間です。久しぶり。久しぶり。よっしゃ。久しぶり。俺今日同じジャージの色ですよね。ほんまや。あ、ほんま。じゃあ我々1チームってことね。そうです、同じチームね。味方や。いや今日も写真撮られたなとかヤジ飛ばしたろうかな思っとったけど、同じチームやからもう、な、一緒にやる。写真だろう。あ、撮られたか。はい、撮られました。あら、どれって。いや、なんか知らん、誰かと歩いてるとこ写真撮られた。知らんってたんでしょ。誰なあれ。彼氏。彼氏。違います。違うの。母親の知り合いです。嘘っす。下手くそ。嘘下手くそ。お前、母親の知り合い。母親の知り合い。お前すごいな。はい、昭和のアイドルでも言わへん。そしてさよちゃん。はい。セイラちゃんだよね。はい。ね。セイラちゃんダンスとかどう？苦手。え？あら、苦手。得意ですよ。そうなの？得意だよ。得意だよ。え？言うなよ。言うなよ。どうしたの？おい、イチャつくんじゃねえぞ。ほら、羨ましいな。付き合ってるやろ。周年なんか、え？日本舞踊やってんの？昔習ってたんですけど、ちょっと先生が亡くなってからやってなくて。バラエティでブルーな話。ブルーやな。もうやってないですでいいやないか。やめてくれよ。日本舞踊ってどんなんなん。ちょっとちょっと軽くやってみて。日本舞踊ですか。して軽く、うん、先生もう始まってるのね。始まってる。おっ、こんな感じです。お前ほんまかそれ。今に置くよ。習ってたもんです。これはもう今日楽勝じゃない。おい、絶対勝った。対決やからな、これ今日は。一休さんと真剣勝負。フィッシュダンス替え玉ステップ、子どもの日スペシャル。それでは今回習っていただくダンスの発表です。はい、先生方お願いします。これ違うでしょ。あ、これだ。あれ、今日先生。あの三代目 J ソルブラザーズの山下健次郎と申します。よろしくお願いします。おお、いつもあの哲也さんの、哲也君がね、ちょっとあのライブの方で、うん、ちょっと出れないと。代わりに多分もう嫌になっちゃったのかもしれないです。そうですね。みんながちゃんとやらないから。いや、やってるよ。一生懸命やってるよ。一生懸命やってるよ。それ一番ダメじゃないの、先生が生徒のせいにするって。一番ダメなやつじゃないの。うん、うん、まず最初にあのバタフライっていうステップなんですけども、はい、基本足を打ち開く、打ち開く、その時にポイントで手をつけます。右に傾けます。右、真ん中、左、真ん中、右、真ん中、いけるわ。左、真ん中。真ん中。あ、左右はね。先行ってください。先行きます。どんどん行ってください。大丈夫ですか。はい、じゃあ先行きます。はい、次、ファミリー。先行ってください。山さん、さっき言ってください。覚えた覚えた覚えた。じゃあ次、ファミリーとしてます。はい、ファミリー。ファミリーは手を伸ばしていただいて、手首を返しながらトンチャトンチャ。そうです。首をプラスします。首、首を上上上上、これをつけて上上上上、首は別にいいんじゃない。
いらないってことだよ。ノリやから。このノリがすごい重要になってる。かっこいいかっこ悪いすごいジャッジしたい。厳しいな、哲也さん。厳しめに今日は。哲也さんの方がいいな。あれあれ若いからな、若いから気がするじゃん。若いから気がする。自分が目立とうとする。若いから。メッソンも若いから。メッソンも若いから。続いて3つ目のステップは手足をボートを漕ぐように複雑に動かすロックザボート。そしてターンの後は大きくジャンプしてフィニッシュですが、練習を終えて何やら不安そうな顔をしている生徒が。セイランちゃんどう？できそう？セイランちゃん、セイランちゃん、あ、はい、できそう？自信失ってるな。頑張ろう。セイランちゃん泣いた。セイランちゃん、なんで？セイランちゃん、セイランちゃんどうした？みんなだけできて自分だけできないのが。大丈夫、できるよ。みんなだけできて自分だけできてる。ない。しょうがないよねそれは。ほら加藤くん。どうしたよ、すげえ。できるよ。どうする、セイランちゃん。盛り上げる。チーム偉いな。なんかチームワークはええな、機嫌戻しよった。さすがやすごいな。あ、一つ言い忘れてました。何？今回は一級さんチームとの対戦なので、ダンスに失敗したら隣町のお寺の和尚さんがカツを入れに来ますので、両チームとも頑張ってください。さよちゃんどうする？意地悪な大人は無視して対戦を始めましょう。先行のめちゃイケチーム、はい、メンバーはこれでいいですか？はい、はい、もう1回で決めるためにこのメンバーにしましたんで、はい、今日はもうサンちゃんの出番ないということで、はい、もう選抜しましたからこれで大丈夫です。平均年齢25歳差のダンスバトル、チームめちゃのトップバッターはもちろんこの人、リーダー岡村くん。 3, 2, 1。加藤さんの。そうだよ。加藤さんはここがダメでした。うん、できてなかった。はい、まあ一発目だからな。いいけど。しゃあないな。まあ、いいけど痛かったな加藤さんな。痛かった。間違えたらあれやられんねんで。あれプレッシャーやな。セイランちゃんもう
もうアホみたいに痛いよこれ。ほら、また取れたと思ったわ。おじさん手取れたと思ったわ。大丈夫か。大人の意地悪に負けるな、チーム一休さん。こっちに行かないとダメなんですけど、もうこっちに行っちゃってました。ああ、そっちに行っちゃった。大丈夫。前に行っちゃった。全部知ってます。大丈夫。全部頭で分かってるんで、次は大丈夫です。女子でもこんだけバーン叩かれるわ。女なのに、女の子なのに。ね、ちっちゃいパンティー履いててもこんない。すっげえちっちゃいパンティー履いてんの。こんな叩かれるなんて。叩かれた。容赦ないな。女とか容赦ないから。容赦ないわ。さっきのセイランちゃんの一件で多分スタッフに怒られてんだあれ。いや、女でも全然言われてんだ。言ってくださいよな。このコーナーが大好きで家でも練習。テンテンくん。
違いましたが、僕だからここだよ、ここですね、ロックザボート、ここ、うん、あー警戒してなかった、そこは警戒しとけよ、お前ちょっと真面目にやれよ、真面目やってますよ、ずっとヘラヘラしてるけど、ここ行かれへんぞ花口が言ってるよ、待ってあれよ、よっぽどやぞここ行かれへんぞ、こんな最強のメンバー揃えましたんで、よっしゃーよっしゃー、これでもうバーンと、いやちょっとこれはフェアじゃないと思います、何が、こっちは執念出してるのにサンちゃん出してないのはね、サンちゃん出してないのね、みんな言って言って、ほら気づかれたぞ、みんな言ってサンちゃん出してないんだよ、やめよ、ただじゃあじゃあじゃあサンちゃんは踊れないの、サンちゃんはダンスできないんだ、なんで出さないの、サンちゃんはね練習時間をただただ無駄に過ごしたの、それはダメだね、サンちゃんを踊らせないとどうしても納得できないみたいですが、ダメ、出してやるよ、トップにするよ、サン太郎出すわさあそろそろみんなダンスにも慣れた9回戦目、よっしゃ行け、踊り切って小坊主たちの花を明かせるか、サンちゃん3、2、1、予想通りの結果にしてやったりのチーム一休さん、どんなの、途中めっちゃジミンさん出てきたよテンパのリズムが一個もないの、さて上に何があんの、なんかめっちゃ上見んねんけど、フラッシュダンス入るよね、そうやねん、よう見るな、途中フラッシュダンス入る、思い出そうとしてねんて何やったかなって水バーかかってんのフラッシュダンスサンちゃん、辛いな。サンちゃんさ、もうちゃんと
自分のお金で EXPG 行けよ。EXPG に。まあ、はい、もう無理やろ。ちょっとやっ、ごめんやね、毎回こんなことやってるけど。毎回やってみちょっと。こんなやってたんや。ここどんなことやってたんや。行くよ。トゥンパオ。3、2、1、ダンス。トゥンパ、トゥンパ。おお、そうや。トゥンパ。これ習ったよ。もっと行きなさいよ。ほんで？もう行っちゃいなさいよ、もっと。もっとどんどん行きなさいよ。どんどん行っちゃえよ。どんどん行っちゃえよ。どんどん。お疲れさまお疲れ様でした。ご苦労さん。ご苦労さん。めちゃくちゃ。矢部家への謝罪を求めるデモ隊はとあるリハーサルスタジオへ。そこにはディナーショーのレッスンに励むスターの姿が。目をつむり大音量のためこちらに気づかない。すいません。おはようございます。すいません。すいません。何これ。すいません。いろいろとこう錦野さんにこう謝らないといけないなっていうことがちょっとありまして。謝罪に参りました我々。すいません。この間ありがとうございました。あ、おめでとうございます。ありがとうございます。本当に。はい、いろいろお話ししようと思ったんですけど、なんかちょっとなんかね、そうなんです、はい、その件でちょっとどうもねマイクの調子がおかしくてですね、はい、生放送でのマイクトラブルの原因とは。錦野明さんでございます。それは来賓一人ずつにコメントを求めた時だった。錦野明さんから一言お願いしたいと思います。嬉しかったね。生放送中錦野だけに何度も起きたハウリング。もうそして放送終了後、ね、収録関係ないですから最後は錦野さんにちょっとね。大丈夫です。もう終わりましたね。収録終わりましたね。はい、お願いいたします。本当にハウリング。原因は未だ不明だが、こちらが謝罪し改めてお祝いコメントをいただく。ハウリングアキラでございました。やっぱこうハウリングしてしまうということで、うん、アッコにお任せ調べでは18回ハオったという。やってたやってた。いやもう全然わからない。本当にあの時はもうなんか、ね、マイクの調子が本当おかしくて、今回はより安全なガンマイクで収録。矢部君本当に。あれ。嘘でしょ。嘘でしょ。やめてよもう。ちょっとすみません。ペットボトルよ。ちょっと待ってください。ちょっと待って。ジャケットじゃないですか。ジャケット？これじゃないでしょ。分厚い。合皮ですか。合皮って。うん、合皮のジャケットを脱いでもらい、別のマイクで体のどこがハウリングが強いのかその原因を調べる。本当だ、本当にこの度は。あれ生の時も一回あったよね、そういうの。ありましたね。だから。ハウトの動かない。壊れた壊れた。あれ、前壊れた。ちょ壊れたでしょ。あれ壊れた。マイク壊す子か。錦織さん、なんか隠してます。なんかいろんなこと入れてるじゃん。なんか忙しいんだから俺。何としてもお祝いコメントをいただきたいので、ちょっと錦織さん、ちょっとあ、外出たところで抜けるから。はい、抜けがあった方がいいんだよね、うん、あ、これは大丈夫。抜けたら、はい、もうちょっと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 。めちゃイケはご覧のスポンサーの提供でお送りしました。矢部くん、本当に矢部くん、ハウってますよ。ハウってますよ。ハウってますよ。なんでなんでしょうね。ちょっと錦野さん、ちょっと締めてやってもいいですか。もう方法はそれしかない。そこでちょっと一回締めて、聞いてますんで、こっちで聞いてますんで、ちょっと開けときますから、錦野さん、ちょっと改めて、錦野さん、いいですか。はい、それでは、お祝いコメント、お願いします、どうぞ。矢部君、本当にご結婚おめでとうございます。
聞いてる？聞こえてます。はい。がドアを開けると、まあ、ただスターの顔を撮影したいので抜けが良くなったらあかんの。あのゆうこさんもおよにあのすいません聞こえます。ああダメだダメだ。開けたら青ですよね。もう手紙書くわ。ゆうこさんにはこれまでと逆にスターの手紙が届くことに。手紙なんか嫌だわ。これ肉声が。ここにね塊があるんだよ。塊なんですか塊って。Thank you.